はい、こんにちは、沖縄おばばです。近所の買い物から帰ってまいりました。今日は、先日アップしたあの台湾のお店で買ったものを紹介したいと思います。こちらですね。はい、こちらは油で、揚げたネギですね。はい、なんていうのかな、まあこれ他のメーカーさんとか他の産地でも売ってますけど、これは台湾製のです。とっても美味しいですよ。はい、あとこちらですね、これも台湾の干しエビです。ちょっとね、日本の干しエビと違って大きいんですよね。これね、いろんなお料理に使えます。ただのね、キャベツ炒めとか白菜をちょっと炒めるときにこれをちょっと加えるとすごく出汁が出て美味しいです。はい、あとこれですね、こんなのも買ってきちゃいました。これなんていうかね、台湾のね、たくあんなんですよね。ちょっと日本のよりも塩味がありません。これは大根餅とかなんかに入ってるものですね。あとこれで卵焼きを台湾の人たちは作ったりします。これも出汁が出て美味しいですよ。はい、で最後はこれすごい懐かしくて買ってきちゃいました。リンゴサイダーです。よく台湾にいる頃飲んでました。はい、で、店主さんがおまけにくれた、台湾のフライドチキンを作るときに必要な塩コショウですね。ちょっと日本のとちょっと配合が違うので、やっぱりこう台湾ので作ると全然味が違うので、なんかないのかなって言ったら分けてくれました。ありがとうございます。それでは今日はここまでです。はい、皆さんさようなら、ごきげんよう。